日本代表を背負える逸材、うん、会場の空気変えたんですよ。プログラムが18でずるいと言われてる存在、うん、20歳だったのまだこんな若かったんです。最多得票数を絶賛ですよ。そうなんですね。注目せざるを得ない。そう、そうですよね。始まりました。サッカージャーナリストが選んだ J リーグこの若手がすごい2023 MC を務めます原大吾です。よろしくお願いいたします。そして J リーグから海外リーグまで幅広く網羅するサッカー賢者水沼貴史さんです。さらに J1、J2 でのプレー経験があり幅広く選手を見てきた坪井圭介さんにもお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。今日は若手をピックアップしていくということで、はい、大丈夫ですか？僕は若手を選んで。いや、水沼さん相当なギャップがありますよ、年齢的な。この番組一言で言うと、はい、サッカージャーナリストの皆様に J リーグで見られる旬な若手選手をいち早く聞いてみたという内容になっております。というわけでどういう選手が出てくるのかと言いますと、うん、来年アジアカップその先にはパリ五輪も控えているということで、はい、その出場資格もある来年の時点で23歳以下の J リーグ選手ということになっております、うん。なのであの J リーグに今いる選手というか、うん、あそのアンケートの時点でいた選手になりますので、そうだよ、ね、国内組、ああ一瞬にしていなくなって旅立ってしまう選手いますからね、うん、だから今日話する選手の中でも、はい、オンエアされる頃には旅立っちゃってるかもしれない。 いなくなってる選手もいるかもしれないという、うん、ね、J リーグにいるうちにやっぱ僕らも楽しんでおけば、うん、見ておけば、そうです、行った後もそうですよ。僕らもそうだけど、そういうことピックアップされてる選手たちの、はい、そのチームのサポーターの人たちは見つかるなって思ってる人もいるし、そうですね、あ見つかったっていうふうに思ってる どっちもありますよ、多分ね、嬉しい反面、うん、取られちゃうっていうね、複雑な気持ちに、なんかさ伸びてってほしいな、い海外行って頑張ってほしいなって思いもありつつ、うん、はい、見れなくなっちゃうのっていう、どっちもそのね、はい、親心が、ね、でもそれでまたね日本代表でとか、うん、またね経験積んで戻ってきたってこともありますね。でまずはそのじゃあえりすぐりのジャーナリスト24名、この人を見ていただきましょう。こちらとなっております。名前見ただけで分かる方もいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思います、はい、バンキシャさんとかもいるとは思いますし、あとは幅広く見れてる人と、あとは高校ユース年代を中心に見てる人たちとか、もう目が肥えてらっしゃる方々が選んでくれたということになりますので、そしてですね、その前にそのジャーナリストが選んでくれた選手の前にですね、僭越ながら我々も、はい、一人ずつちょっとピックアップして発表。一人っていうのはね、もちろん難しいんですよ。そう、いっぱいいますから。いいですか、私から。あ、どうぞ。いいですよ。あんまりないですよ、これ。いいですよ。でも書いてあるんです、台本に私からって。僕も言いながらおかしいなと思ってますけど。大丈夫ですよ。書いてあるんで。サッカー賢者を差し置いて。差し置きます。先に言っとかないと困るんですか、はい、はい、私の注目選手どうぞ。奈良原佳樹選手、サガン鳥栖。この間ゴール、鹿島戦すごかったですよね。あのサイドバックで今サガン鳥栖川井監督使ってますけど、ユースから上がって1年目、福井太一選手とかがいて日本一になった代なんですけど、うん、はい、ユースの時はもうちょっと前のプレイヤーなんですよ。おでサイドもできるし、インサイドハーフみたいなところもできるし、結構もちろんサガン鳥栖なんでこのハードワークはありながら、うん、怖いところに入っていく戻っていくもできる。それを川井監督が見るとやっぱサイドバックで使ってて、確かにその1対1の体のキレもあるし対応もできるし、うん、そこから攻撃もできたら、あサイドバックもいけるんだっていう発見から、ものすごいゴール鹿島戦でも決めてたっていうところで、これはどんどん伸びていっちゃうんじゃないかなと今思っています。鳥栖はカテゴリーは下がっていくんですけど、ユースもそう、ジュニアユースもそう、アンダー15、18のところで本当に育成の成果がどん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 出てるじゃないですか、うん、リー選手も当然出てくるし、はい、僕もU15 の優勝した時とか見てましたけど、はいはい、本当にいい選手がいて、これからどんどん伸びていくんだろうなっていうのはすごく感じる。やっぱりその中の一人ですよ、はい、で苦しい時に点とか取るんですよ。そういうのってね、やっぱプロになったらなんか輝いたりする、うん、あるじゃないですか。そういうの含めてちょっと楽しみなんですよね。いろんなところできるし、いいですね、はい、じゃあ坪井さん、はい、いいですか次、はい、じゃあ私いきます。じゃん、僕は荒井
出ました。雄太選手結構衝撃的なインパクトを残した。そうです、ベルディのドリブラーですけども、僕ちょうど大吾君と実況してる時に出てきたんですよ、町田さん。国立での東京クラシック途中から出てきて、まあ、すごいなと。まずはドリブルがキレッキレで、まあ、縦もいける中もいけるなんですけど、僕が一番感心したのはあの国立ですよ。あの時何万結構入ってたんですね、そうですね、3万4万は入ってる、入ってました。あの国立の舞台で会場の空気変えたんですよ。なるほど。入ってきたワンプレーのインパクトで、そういうのって大事じゃないですか。僕はテレビで見てました。すごかったです。テレビ越しにも感じた。あ、感じたんですか。でもまだあれでしょ、登録は2種じゃなくて特別して、そうです、特別して、まだ大学の活動もあるんでそっちやりながらですけどもね。育英ですよね。前育英です。前橋育英で、なんかもともとウイングじゃないんですよね。ボランチとかそういうところもやってて、はい、でなんか最近彼はそこのポジションをやりだして、ね、なんか自分のある意味才能に気づいたみたいな、っていうところ。大学入ってからまあ本格的に才能、なんかそうは見えないですよね。ずっとアタッカーのサイドアタッカーという感じが、ずっと右利きで左に置いてぐんぐんいくサイドアタッカーの中なのかなっていうぐらいのドリブラーでしたから、ね、でもすごいよね。あ、その瞬間的に抜いてくるのとかさ、縦にじゃなくて縦にからグッて中に入れるとやっぱディフェンダーって嫌なんですよ、あれが縦に行くだけなら僕スピードタイプだったんでこっちのもんなんですよ。縦行け行け行けって追い込んでいくんで、それができないっていうのはやっぱ一つ、なんか俺結構ドリブラーってそうやって見ちゃうの、クランクみたいな感じで行くやつと、スラローム系で行くやつと、なるほど、なんか教習所って今はどうか分かんないけど、はいはいはい、SG とかクランクがあったりするじゃない、分かりやすい。だそういうタイプだとすると多分クランクみたいな感じになっていくみたいな、そんな感じしますね。ああそういう感じですね。荒井、まあ、余談になりますけど、はいはい、その天皇杯で荒井君がいなかった時にベルディで出てきたのが白井という二種登録の選手で、背の高い選手なんですけど点取ったんですよその時、はい、でその時にコーチたちがこれ面白いっすよっていう風に言ってた一人、白井っていう選手、白井選手もいる、はい、高校生です。すごい、はい、それも注目ということで、はい、ベルディも追っていかないといけないですね、はいはい、じゃあ水沼さん、はい、で僕はその白井選手ではないんですけど、違うんですね出た藤尾翔太、町田ゼルビア、今すごくないですか。めちゃめちゃすごい、まあ、U22 で代表にも入っている選手なので、皆さん知ってるとは思いますけど、まあ、セレッソ出身で、はい、まあ、徳島行ったり水戸行ったりいろいろ行ってますけど、はい、今町田でなんかようやく水にあったみたいな、覚醒中というか、もともと持ってたものがさらに開花して大きくなって今出てきてるような気がします。確かになんか受けられるし、はい、あと突破してシュートを打つってこの間のもあったんですけど、はい、中に切り込んでって、まあ、ミドル気味のズドーンというシュートがあって、そういうシュートも打てるようになったし、あと戦うメンタルがなんか、はっきりこう表に出てくるようになったって、あれは大きいかなっていうふうに。だって前から見てたし、なんかだから町田来る前となんかイメージが変わってるんですよ、今はもうそのファイターで、なんか分かんないですけど、デュークとエリキ足した感じの感じで、なんか頼むぞって感じが頼れる感じだったよね。そうそうそう、もう少しね、前はスマート、そうスマートさが先に来るようなイメージだったじゃないですか、はいはいはい、まあ、何でもできるし上手だし、ポストプレーもできるし、受ける下もできるしって、だからやっぱりチームの調子がいいのと、あとやることがはっきりしてるっていうのもあるし、それが本当に彼にはぴったりマッチして、あともうここから佳境に入ってくから、リードしてるとはいえやっぱり決まるまではプレッシャーね、あるじゃないですか、だからそういうところも自分がやっぱりエリキも大怪我をしてしまったので引っ張らなきゃっていう気持ちもすごく伝わってくるし、楽しみですね、さあ、サッカージャーナリスト24名の皆様は一体どんなこの若手がすごいという選手を選んでくださったのか見てみましょう。こちらです。はい、ということで今出てますけれども、どうですか印象は、水野さん、全体的な。さすがエリスギルのジャーナリスト、さすがっていうことですね、まあそうだろうねっていう選手もいるんですけど、はい、ここかみたいな感じの選手もいるし、はい、やっぱり見る人が見るとね、この選手は楽しみだなっていうのも出てくるし、そうですね、ということでこういうふうにいっぱい出してもらったんですけれども、今回ですね、複数名から名前が挙がったこの若手がすごいという選手が15人いました、そこで2ブロックに分けてご紹介していきたいと思います。
前半は20代の選手、そして後半は10代の選手と2ブロックに分けて紹介していきます。それでは早速行ってみましょう。まずは20代の選手です。こちらということで、複数名上がったのがこちらの8名ということになります。やっぱり水野さん、複数名上がるというのは選手からしても嬉しいんじゃないですか。まあこれを見てればね。見てるはずですよ、それはもう絶対見てるですよ全員見てますよ、サッカー選手見てますし、多分情報が流れますから、きっと。そうですよ。まあもうでもこの流れを見ると、もう本当に松木玖生選手なんかはまだ確かにこの年齢なんだっていうぐらいの、うん、いやそう、ね、そういう感じ、捉え方的には、うん、はい、あ、まだ二十歳なの僕なんか松木くんもそうだし、細谷くんもそんなイメージ。そうですね、細谷もそうだね。まだこんな若かったんだ。確かに、やっぱ J1 でもバリバリやってるね、うん、選手たちはそういう感じになりますけど、水沼さん気になる選手いますか。まあ、みんなそうですよ、あの、はい、やっぱり特徴のある選手たちをみんな選んでるなっていうふうに思うし、うん、まあ、これから先どうなるんだなっていう楽しみを持ってる選び方でもあると思うし、はい、僕がこの中から一人こうちょっと上げていきたいのは、はい、水戸ちゃんです。水戸俊介選手、アルビレックス。まあ、水戸ちゃんはドリブラーのイメージが多分強くて、はい、まあ、でも左もできるし、うん、右もできるし、トップ下もできるし、うん、まあ、今シーズントップ下もやったりしますけど、はい、何よりもドリブラーっていう概念よりも僕はシュートのインパクトで結構 なんか印象残ってて、パンチ力、そうです、決めてますしね。そうで、ミドルとかすごいんですよ。どういう風に指導されてきてるかとか思うと、キックって多種多様、はいはい、蹴り方も、はい、で水戸ちゃんのミドルの打ち方は足をなんかこうバンって止める感じなんですよ。こういう風に蹴らない、振り抜く、振り抜くんじゃなくて、そう、あの、一番印象的なのはマリノス戦の時のペナのちょっと外からの、はい、なんか足をグッて止めて、うん、なんか体も止まってるみたいな感じ。ああいうシュートであれだけのインパクトを残せて、 あの球行くんだみたいな結構強烈だった。あそこからあのシュートだったらびっくりするわ。そうでしょ、うん、ね、そうですね、うん、なんかだから U17 の、 あのワールドカップの時僕見てたんですけど、いやその時やっぱ素早さとか、うん、キレみたいなのは今も、うん、そう、そっちがイメージある。そうなんですよ、うん、で最近そのシュートが、うん、そう、練習してるんですか、どうなんですか。練習はしてるって言いましたよ。あ、そうなんです、うん、すごいの打つって言ってたコーチの人たちが。そうなるとだってより怖い選手に、いやそう、そのジャーナリストからのコメントも届いております、はい、うん、まあ、シュート場面などの思い切りの良さが素晴らしい、これは教えてできることではなく与えられた才能と、うん、そして、164cm と小柄だが可能性しかない若者で、将来は日本代表を背負える逸材と、うん、中野さんからいただいております。だからポジションがいっぱいできればよりもっともっとなんか怖い選手になっていって、うん、まあ、本人がどこが一番好きなのかなってちょっとわからないところはあるけど、はい、うん、はい、まあ、彼と、まあ、コミって選手がいるんですけど、コミ、ようと、はい、まあ、仲良しらしいんですよでお互いがやっぱり意識しながら、はい、やっぱりなんだろうな、成長していきたいみたいな、はいはい、同期ですよね、確かに、ね、コミ君もなんだかドリブルもできるし、はい、シュートもで、うん、ゴールへの動揺さがすごいあるで、そうです、だけどめっちゃ走るし、はい、めちゃくちゃすごいですね。だから新潟にはもう一人いて、もう一人、吉田陣平っていう選手。吉田陣平はい、来ました。まあ、リーグ戦一回も出たことないだからルヴァンとかは出てる、うん、いい選手なんですか。あの、僕の中でドリブラーだったんですよ、佐賀の時は、はい、佐賀から来た、佐賀東、はい、ドリブラーでドリブル好きだった。今全然違って、もうワンタッチとかツータッチでもうリズムをどんどん変える選手で、僕の中ではちょっとポスト大島亮太みたいな感じ。大島亮太も静学だから で、ね、ドリブルとか多分好きだったタイプが、うん、はい、もうパスがポンポン変わってたじゃないですか。でそういうことをちょっと新潟のスタッフに話したことがあって、へ、今あいつは今成長するために結構頑張って悩んでますみたいな感じで、ただそこからグッと出てきて、出てきた時にはすごく楽しみです。じゃあ若い選手どんどん来てるんですね、アルビレックスね。坪井さんはどうですか、この8名の中から言うと。僕はさっきね、自分の注目でももう新井雄太選手喋っちゃいましたから、はい、まあ、すごいです。やっぱ会場の全体、スタジアム全体の空気を変えれる、はい、あのプレーはすごいですし、ドリブルのキレ、縦横こういけるところはもうクランクドリブルですね。そうですね、先ほど水沼さんがおっしゃって、はい、まあ、そこはすごいっていうのと、
そして新井選手のコメントもいただいております。あの町田戦の話も出してまして、スピード、ドリブルのキレ、切り返しの鋭さ、キックの精度の高さなど、とにかく全てのプレーに衝撃を受ける、見ていてめちゃくちゃ楽しい選手ですと、言葉で説明するにもぜひぜひご覧くださいあ、でもそれ分かりますね、本当に、そう、見てほしいし、見てほしい、はい、なんかもう胸に感じるものがありますね、はい、あとはまあこの中だと僕は川崎颯太選手、はい、京都すごくいい選手で、まあ、アンカーというか中盤の真ん中のところをやること多いんですけども、はい、運動量、前にも後ろにも行ける運動量もそうなんですけど、僕一番いいのはやっぱ危機察知能力ですね。なるほど、これは見てると、分かる人はなかなかね、うん、僕も分かりづらいですからね。そう、これって分かりづらいんですよね。ただピッチに立って後ろにいるとボランチの選手の危機察知能力ってすごく感じるんですよ。なるほど、センターバックと言わなくてもそこに立っててくれてると だからそういうことができる選手ですね。うん、だからボールを奪ってから持ち運ぶとか、そのボランチ、アンカーとかボランチのポジションの全ての能力がもちろん高いんですけど、はい、僕が何より評価してるのはそこですね。うん、ゴールを狩るっていうイメージがすごくついてる、はいはい、ね、そうですね。だけどその狩るために最初にその危ないところを感じれてるっていう、そうなんですよ、ことですね。うん、危ないところ感じてポジション取るのもそうだし、ボールを取れるってことはやっぱ前もって危ないところを察知してもう寄せていき、はい、先に動いてる、まあ、もう代表する、いや、まあね、そうなんです、代表入りましたしね、はい、ジャーナリストの皆さんからのコメントもご紹介します。アグレッシブなボール出し力は J1 屈指、京都は中盤アンカーの選手をホールディングセブンと呼ぶんですけれども、文字通り中盤から前の7人をがっちり支えコントロールしていますと、うん、6月には日本代表に招集、そしてパリ五輪でも主力として活躍を期待していますと、土屋正史さん提供と。ホールディングセブン、これは張さんがまた作ったと思いますよ。そうですね、これやっぱあるんですね。ありますよ、張さんはもうそういうテーマとか、はいはい、言葉を作るの好きですし、このなんだろう、このぐらいの年代の選手という言い方が正しいかどうか分からないですけど、はい、173歳ぐらいでしょ。このぐらいの選手結構日本多くないですか。あ、多いですね、うん、ね、うん、やっぱり取り行くとか、うんうん、で斉藤美月もね怪我しちゃいましたけど、うん、はい、彼もその一人だし、あと田中聡、湘南、ベルマレ、うん、はい、彼もそうだし、やっぱこういう選手たちがそこでドシッとやってるっていうのは結構いいかなって。ちょっと僕もいいですか、一人この中から。次ですか。いや、まあ、ね、行かせてください。平川優選手、早いな、あ、もう言うの早いな。平川いい選手ですよ。いいですか、でも自分から言っていかないと、これどんどん次行っちゃうんだよ。水沼さんがいい選手ですよね、平川選手。いや、いい選手です。もう彼も右も左もできるけど、うん、まあ、右の方がいいですかね。そうなんですか。僕に言わせてください。水田さんの後付け足せないんですから。いいですか、いいですよ、好きなところ。もうやっぱ右で左カットインからシュートも打てますし ですよね。そう、縦のキレも一瞬のスピードもいいけど、どうぞ、はい、どうぞ。でも本当にそれを両方を、ね、サイドできますし、いくらでも走れますよね、うん、平川選手走れる。やっぱあそこって結構やっぱ黒田さんのサッカー結構ね、体力も使うし、うん、結構メンバー交代するんですけど、平川選手結構フルタイプ。分かる分かる、それ多いですよね。おい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 。で最近やっぱ特別指定で2年ぐらいも出てますけど、うん、今年のなんか平川選手は一人で外してシュートで決めちゃうとか、うん、アシストしちゃうみたいな、なんか一個レベルアップしてる感じも僕受けてて、これで今町田このまま行って J1 でも平川選手これやれ、うん、ガンガンやれちゃうんじゃないかっていう期待感まで今持ってるんですよね。だって、U22、はい、代表にも選ばれたでしょ。今までそういうところが多分なかった、はい、選手じゃないですか、はい、でやっぱりそれも自分の中で自信ができてきて、はい、そういうところに呼ばれるようになると多分間違いなく伸びるんですよ、うん、自信って結構大事だから。で前目の選手は特にそうで、はい、抜けるっていう感覚をもう多分相当持ってる。でサッカーも合ってる、はい、別にこう繋がなくてもいいよみたいな感じが、うんうん、はい、まあ、シンプルにやるっていうところもあるし、うん、はい、多分分かりやすくできてる選手なのかなっていう、うんうん、じゃあ平川選手のジャーナリストからのコメントです。負荷の多いウイングでフル稼働中、うんうん、第10節では消える飛び出すクロスで完璧なトリックプレーを演出するなど、佐賀東時代から積み上げた技術も素晴らしいということですね。佐賀東竹内達也さんからいただきましたけど、佐賀、さっきね吉田選手もそうですけれども、はい、陣平も覚えておいていただきたいところですが、はい、平川選手も注目ということになります、うん。
あとはこの中から言いますと水野さん、はい、マリノスもこれも皆さんよく知ってるかもしれませんけれども山根陸選手もノミネートされております、うん、まあ、彼は多分あのほとんどの人が、はい、サッカー IQ 高いね、うん、サッカー知ってるね、はい、みたいなイメージで多分見れる選手で、はい、間違いなくそうなんですけど、はい、まあ、マリノスで右サイドバックもやったりするし、はい、本当にいろんなポジションを与えられてもそこで今何が自分がやらなきゃいけないかチームにとって何が必要なのかっていうのをすぐに判断できてそれを具現化できる選手、うん、でそれだけの技術を持ってるので素晴らしい選手の一人ですね、うん、サイドバックできてるって僕すごいなと。マリノスで確かに結構特殊は特殊じゃないですか、はい、インサイド取ったり、うん、で前との絡みで外側取ったりで守備のところも結構センターバックが食いついて出るとこをカバーリングしなきゃいけなかったりとか、はい、逆サイドのセンターバック出る、ね、ずれるずれるっていう作業も結構マリノスのサイドバックって必要なんですよ、うん、はい、だからそういったところをやっぱりこの二十歳の年齢でできるってことの頭の良さやっぱさすがだなと思いますね、はい、あの U20 の、ね、ワールドカップでも、ね、サイドバックも使われるかなと思ったんですけどボランチでも僕あのやっぱ世界に対してちょっとバチンってやられちゃうかなってちょっと心配あったんですけどそこでもやれてたんで、うん、ここからやっぱり A 代表にっていうね逸材ですよね。試合をねどん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 こう、はい、うん、そう経験を積んでいけば。そしてジャーナリストの方からもコメントいただいています。どんな状況でも冷静沈着、うん、クレバーなプレーが光る J リーグではないが7月23日に行われました明治安田生命 J リーグワールドチャレンジマンチェスターシティとの親善試合にて自陣ペナルティエリア近くでターンして相手のプレスを回避した ありましたね。いや、うならされたと藤井さんからいただいております。うん、うん、そういう風にやっぱりマンチェスターシティとやれたっていうのもねこれからのこう経験にしてほしいですもんね、うん、めっちゃ楽しかったらしいですよあの試合は。そうですか。やっぱりプレスにマリノスも行くんだけど、はい、それの剥がされ方がめちゃこれは今のは、まあ、自分たちのボール保持の時だけど、うんうん、はい、相手が保持している時にどうやってプレスかけるかで後ろを見て例えばベルナルド・シルバーいますとか、はい、フォーデンいます間入ってでその選手たちがどこにいるかって一回見て次見るといないとか結構あるんだって、うん、でどん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 動き直しをして、はい、やっぱ空いてるところ空いてるところっていうのをついていくっていうことを僕はコータに聞いたんだけど、だから山根陸がそうターンしたっていうのは、まあ、同じように相手を見て自分がどこにいたらいいか、はい、どういう判断をしたらいいかもうその多分ゲームの中で感じてやったっていうプレーの一つかなというふうに今これを聞いて。なるほどね。今の話は大事ですよ。ですね。若手の選手たちは今の話本当大事ですよ。だからフォワードでもそうですしね。やっぱり首振って一回は確認、ディフェンダー確認して次の瞬間いなかったら焦りますからね。これって。あとはどうですか。今8人かな20代の選手出てましたけど。うん、いやでもここあの、はい、出てた選手たちは、はい、みんなやっぱり特徴があるし、うん、それこそ細谷とかも、はい、なんだろうな日本にいないタイプのフォワードっていう感じが僕はするんですよね。うん、なんかグイグイいけるしポジショニングの妙もあるし、はい、でシュートもうまいしなんかもっともっと欲を持っていいかなっていうふうに思う選手かな、うん、なんか本当に体強いですよね。強いバチンって言いますもんね。で本当になんか、うん、そんなに欲がないっぽいですよ聞いてると。あ、そうなんですか。あと A 長高虎選手、フロントアレからね。またドリブラーですね。ドリブラー、うん、A 長のドリブルはシザースとかなんかっていうよりも体が動くっていう、うんうん、もうそれが一番の特徴ですか。広告高校っぽいね、はい、あれ好きですよね、はい、こうやってやるっていう。なんか家長2世なんて言われてますね。ですけど家長と A 長が同時に出ちゃまずいっていうのはアナウンサーがよく言ってましたよ。あ、そう言いづらい A 長、ね、家長本当だ言いにくいっていうね、うん、確かに一緒に出てくれるなって確かに思ってたし。確かにそうですね。そうでしょ。だからってでもね大悟くんぐらいの滑舌があればそうだ、ね、僕一緒に実況よくやるんですけど、はい、構わない。最後の最後に僕の名前を噛んだことありますかね。坪井圭介ちゃんでしたみたいな。マジか。中島大河か。中島大河名古屋でしたね。名古屋に移籍してキャラは相当面白いですね。相当面白いですよね。ああだからそれをピッチで表現するために今、はい、絶賛健太から教育され中じゃないですか。だから僕もその詳しいあれは分かんないですけど、まあ、ミシャのサッカーってやっぱ繊細だったり、はい、いろんな人が、ねはいそうですね、求められるのでそれよりも今名古屋って健太さんのところでとにかくも行ってこいみたいな感じとか精神面とか鍛えられるとグッと化けるかなっていう、はい、
僕もちょっと一人いいですか。ここにないんですけど、あの平岡太陽選手好きなんですよ。湘南ですね。ベルマーレ13番、はいはい、履正社高校、はい、やっぱあの湘南らしい、うん、戦えて走れてでね、あのまあ、絶対レギュラーっていう感じでも今まだないんですけど、あそこは競争が激しいですよね。2列目います、インサイドのあそこね、うん、もう一個あそこからゴールとかアシストとかとかまで行けるようになったら、うん、もう化けるんじゃないかなっていうか、うん、もうより思ってるんですけど、プレスはね速くていいんですよ。そう、はい、プレス速いんですよ。だから攻撃のところなんですよね、うんうんうん、そうですね。多分あの僕さっき言ったの思い出した、田中聡とかそうですよ、はいはいはい、やっぱり真ん中で、まあ、彼は一回ヨーロッパ行って帰ってきたっていう風になって失敗だったみたいなことも言ってるような、見たことあるけど、そうじゃない、やっぱりそこで経験したことをもう一回湘南で自分が真ん中アンカーでドシッと構えて、まあ守備もそうなんだけど、一番最初に彼を見た時にびっくりしたのはパスを出す時のやっぱりインパクトの音なんだね。あ、この若い選手なのにもうパスの強度がこれだけあるんだって、バンバンバンみたいな出したんだと違う違う、へえ面白い、球のスピードだけ見てても多分分かる、はい、あ、じゃあ大事なんですね、その当たるインパクトの感触っていうかね。実は今回ですね、各サッカージャーナリストの皆様から選手にまつわる小ネタもいただいております。これをですね、水沼さん、坪井さんに答えていただこうということになりまして、題してクイズ、この若手の素顔もすごい、拍手。素顔がすごい、素顔を皆さんに当てていただこうというクイズでございます。今から私が見出しを読み上げますので、ほにゃららに入る言葉をお答えいただきます。まずは新潟小見洋太選手の問題になります。小見ちゃん、はい、小見選手ですけれども、昨年夏にほにゃららデビュー、超真面目な性格で学生時代は成績も優秀、ご両親はホニャララで、本人も一昨年の夏に江ノ島でホニャララデビューを飾ったそうです。これは土屋雅史さん提供と。分かった俺、はい、これホニャララ全部同じ、同じです、同じ、ホニャララ1つ、はい、生しらす丼、生しらす丼デビュー、いや、江ノ島といえば生しらす丼だよ、ご両親は生しらす丼ではおかしいですよね。同じの入るんですよ。はい、水沼さん、サーフィン、サーフィン、俺もそれちょっと思ったけど正解だ。先に言えばよかった。これはまあ坪井さんも江ノ島ですからね、これはね、江ノ島今近いですから、住んでるところあれですけれども、ご両親がサーファー、サーファー、次いきます。川崎フロンターレ大関優斗選手、うん、誰もが言うホニャララお化け、先輩の小林優選手にもガンガン絡んでいき、相当な年上の広報と肩を組んで話すことも、それでもみんなから愛されるキャラ、同い年の高井もあいつのホニャララはすごい、中村健吾氏の後継者としての期待もということですが、どうですか。これは何、全然わからない、全然何がすごい、このだから文がありますよね。小林優って言ったらもう十何個も上の先輩にもガンガン行きますし、絡んでいく、はい、広報の方と肩を組んじゃう、はい、はい、小林さん、これも当てに行きますよ。コミュニケーションお化け、正解。もうこれはもうコミュ力ですね。コミュ力高い系でございます。去年のユースの10番ですね。あのプレーもね、中村健吾選手似てるんですよ。なるほど。こうもう全体を見ながら作っていくような感じ、うん、インタビュー僕したことあるんですよ。あ、どうだったの。いやもうね、コメントも中村健吾さんみたいに、あ、そうなんだ、冷静に試合を見ててもう的確に答えてくれて、高校生と話してる気にはならなかったです。おしゃべりも上手です。おー、あー素晴らしいですね、はい、だからやっぱりコミュニケーション能力はあるんじゃないですか。そうですね。なので、そんな大関選手も注目です。続いてサッカージャーナリストが選んだ J リーグこの若手がすごい20230代の選手、こちらです。このようになりました。星道選手、佐野光大選手は、まあ、移籍をしてしまいましたけれども、アンケートの時点では J リーガーだったということで入れてあります、うん、後藤圭介選手、木田亮賀選手、高井光太選手、道脇豊選手、早川純平選手と入っております。どうですか水沼さん。まあ、佐野光大は U20 の、ね、大会ですごく解説をして
の時に活躍してた選手で、まあ、彼も、まあ、いろんなとこがレベル高くできて、はい、ウイングっぽいこともできる、ボランチっぽいこともできる、うん、で、まあ、サイドバックみたいなところも、まあ、やれって言ったら多分できる、技術高いし、あと何だろうな、メンタル的な部分の強さもあるかなっていうふうに、そうですね、思ってて、で兄弟じゃないですか、佐野海舟選手、はい、うん、兄貴が先に行くんだろうなって思ってたんですよ。わかります、はい、だから弟会っていうこれは結構すごいっていうふうに思って、早いじゃないですか、やっぱり早 い, いやでもそ れ, やっぱりそれだけの才能をやっぱり見つけるんだな、海外の人たちはみたいなところが思って、はい、天然キャラらしいです。あ、そうなんですか、意外と、はい、みんなもしっかりしてそうな感じしますけどね、うんうん、でも PK の下りとか結構あのアンダー20の時に結構ね、はい、自分が蹴るって言って、はい、で次は結構外しちゃえとかあったじゃないですか、はいはい、でもそういうのもやっぱり自分がこうなんだろうな、気にするところもあるんだろうけど、うん、もう一回こう振り切って自分でやれるとか、はい、そういうメンタルのところもあったりするみたいですよ。そうですね、うん、他にはどうですか、坪井さんも気になる選手いますか。僕はやっぱり早川純平選手、浦和レッズ、浦和レッズ、まあこの今高3ですよね、高 3,、はい、高3で、まあ、ACL も立ちましたからね、そうですね、しかも決勝かなの舞台に立って堂々とやる、で、まあ、あのデビューかどうかちょっと僕も定かじゃないですけど、川崎戦なんか点に絡むプレーなんかも交代して入ってすぐ堂々としたプレー、できる、まあ、左利きで、まあ、割とこうなんですかね、キュンキュンっていくプレーもできるし、自分が起点になるプレーもできる非常に上手な選手なんですけど、そこのメンタリティの部分もかなり強いメンタリティ持ってるのかなっていう感じはありますね、うん、一回僕話す機会があって、はい、ちょっとだけ雑談で話はしたんですけども、はい、まあ、その時はなんかプレーで見るとすごく堂々とピッチでプレーしてるよりかちゃんとなんかすごく礼儀正しい子で、あ、こういう感じで今からあのアンダーの世界大会行ってきます。すごい、多分一緒に解説いろんなところで水沼さんもして僕もしてたんですけど、今から行ってくるんで喋るからね、頑張ってね、ちょっと、はい、でも相手ちょっとカテゴリー相手は上なんですよ、心配ですけど、ポジション争いが結構レッズ今ねかなり跳躍とかも来ましたからね、そう、阿部選手も来たし、はい、列目は熾烈です、大久保もそうだし、大久保そうで小泉いるし、ね、だからあそこのところ、まあ、どこやるかですよね、はい、右真ん中左って、まあ、どこに入るかで、まあ、どこでもできると思うんで、うん、僕一番最初見た時高1 の, その高円宮プレミアリーグの青森山田戦だと、うん、いきなり先発で左サイドバックだったんですよ、あ、うん、でその時は青森山田の圧力に押されて、うん、まだ体も高1でちっちゃかったし、うんうん、なんかすごい、あ、でもなんでこのはっきり、まあ、4-0 ぐらいで青森山田勝ったんですよ、うん、松木玖生とか一番強かった時、なんでこの子が先発なんだろうなって正直思ったんですよ、うん、4-0 だったし内容も、そっからどん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 なんかちっちゃくてもチームの中心に高1ぐらいがなったと思いますし、それがやっぱりもう高3になってプロでも通用するっていうのはそれだけのテクニックとメンタルと兼ね備えてるってことですよね、うん、坪井さん、浦和レッズ、古巣ですので、はい、気になる存在、頑張ってほしいですね、はい、水間さんどうですか、あとは僕は道脇ですかね、道脇豊、ロアッソ熊本ですね、高校2年2年生ですね、2006年、で、まあ、U17 で活躍してくれて、はい、まあ、フォワードの選手ですけど、まあ、トップで起点にもなれるし高さもあってヘディングでもゴールできる、あとはまあ今日のこの回で言ってるとメンタルのことが結構出てる、出てます、彼もそのメンタルがあって、はい、やっぱり常にゴールゴールゴールを目指してる、はい、やっぱりその道筋を考えながらポジションを取り起点にもなりっていうことでもプロでも出てるっていうことは力がある証拠なので、はい、まあ、これから本当にどん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 こう伸びていってほしいなっていうふうに思ってる選手、サイズもあるけどこうダイナミズムみたいなのがありますもんね、動いて、だから2トップ気味でやって、まあ、永田君とは2トップ気味みたいな感じでやってたんですけど、はい、結構流れて起点になれる選手なので、はい、真ん中にドシっていうタイプではない、やっぱりこういろんな本当に流動性を生かしながらやれる選手だなと思って楽しみですね、ゴール前がうまいなと、うまいですね、シュートテクニックがいろんな形で打てるので、うんうん、はい、うん、楽しみ、186あるサイズでございます、
ということで道脇豊選手も注目です。僕もいいですか？次ですか？はい、僕次行っていいですか？次締め締め締めに締めじゃない、エンディングまだいっぱい喋りたい。そうですよ、みんな喋りたいですもん。僕も一人いいですか？いいですよ。名古屋グランパス木田亮賀選手来ました。今ちょっと道脇選手の話聞きながらちょっとやっぱ僕も水沼さんと同じ感覚持ってるなと思ったのが、木田亮賀選手は常にゴールなんですよ、やっぱり。あ、分かる。それは分かる。プレーがもう本当にどんな状況でもゴールがまず目的としてあって、それがもう伝わってくるんで、体勢難しかろうが反転して打ちに行くし、ドリブルでかわすっていう、そのドリブラーってタイプでもないと思うんですけど、そういうプレーもできるし、クロスにも飛び込んでいけるし、守備のところでもあの名古屋のユース時代からかなりハードワークして守備で前から引っ掛けてみたいなこともできますし、で今長谷川監督のことね、もう結構使われてるじゃないですか。そうだね、うん、このちょっと苦しい時とかでも使われるじゃないですか。やっぱ長谷川監督にも響いてるんだっていう、なんか僕FC 多摩中学3年生の時初めて見たんですよ。関川と一緒ですね。あ、そうですね、 FC 多摩 FC 多摩は今年アンダー15優勝しましたからね。で、木田亮賀の時もベスト4ぐらいまでクラスに行って、すごい町クラブがとかって言われてたエースが木田亮賀だったんですけど、そっから高校いろんなとこオファーあったらしいですけど名古屋行って。でも FC 多摩は本当にいろんなチームに行くからね、はい、FC 多摩ね、さっき の, あのフロンターレの大関選手も FC 多摩。ああ、やっぱりそうだよね、はい、俺この間ボール蹴ってるな。僕 FC 多摩なんです。多摩なんですよ、僕。え、 FC 多摩なんですよFC 多摩って今あの一つのチームじゃないですか、はい、僕多摩市に住んでて、そうですか、昔選抜チームだったんですよ。あ、市のそうなんだ。選抜されたのが FC 多摩で活動してて、オール清水みたいな。あ、そういうことですね。だから大関選手も実は僕FC 多摩のイベント行ってて、一緒にボール蹴ってて、フロンターレ行きますって言ってて、あ、へえ、めちゃくちゃうめえなって言って、いや、うまいやっぱその選手だったの。そうそうそう、これちょっとその確証がなくて。なるほどなるほど。そう、それフロンターレユース行って、そうそう、確証がなくて言えなかったんです。よかった。そして木田亮賀選手のコメントです。現役高校3年生で5月にクラブ史上3人目となる高校在学中のプロ契約を勝ち取りました。176センチとそれほど大柄ではないが、フィジカルコンタクトの強さも武器で、ポストプレーや相手を背負ってのターン、フリックも得意。特にターンはフェイバリットムーブで、相手の力を利用して一気に入れ替わり状況を変えるプレイヤーということで、今井さんからいただきました。他にも、まあ、高井康太選手なんか、水川さんもフロンターレでも欠かせない。うそうですね、まあ、今年はセンターバックのところがフロンターレは結構怪我人もいたり、まあ、彼もアンダーの試合が終わってからポジションを、まあ、JJ も怪我もあったりしたので取って、今日の時点で多分11試合ぐらい先発で出てるんですけど、まあ、でもどん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 出ていけば絶対成長していくなっていうのはすごく思いますね、はい、だから楽しみな、本当にサイズもあるし、うん、まあ、スピードもそこそこあるので、はい、すごく楽しみな選手ですよね、うん、フィールドもできるし、結構なんかそこ通すみたいな、やっぱり入れられますね、バッて入れるんだよね、はい、まだやっぱり失敗しちゃう時も当然あるんだけど、うんうん、はい、でもそのメンタルは失ってほしくないなっていうふうに思って見てるんですね。一人10代を思い出しましたけど、はい、森重って分かりますよ、エスパルスの、はい、日大富士山、はい、で今マジョルカ行ってもう帰ってきましたか、まだ行ってるのかな、これは出てましたよね、マジョルカで、まあ、トップじゃないですけどね、かなんか、はい、で両何センターバックとフォワード、二刀流、そう、二刀流前を、そんな子いるんだ。そう、198ぐらいでしょ結構でかいマジで、でキックも結構うまくて、ですごい、エスパルスでリーグは出れなかったけど、それこそルバンカは出て出ました、はい、その選手もそう大きくて、本当に二刀流で両方やれて、大きな選手は本当に出てきてるね。そうですね。でそれで言うとさ、はい、星道だってそんな190はないけど、ウイングタイプで、はい、大きいかもしれないですね。星道ですよね、結構推進力あって、右サイドでグーイグーイ行くみたいな感じ。水野さん、僕ねユースの時も越見選手見てたんですけど、うん、正直こんな1年目から活躍するとは正直思わなかったんですよ。ああ、なるほどね。で左が結構多くて、まあ、今だと右だね。でも、まあ、行けてたけど、今こうプロでもガンガン行けたりできるじゃないですか。なんかそういうのってなんか若い選手でプロのが合ってるとかチームが合ってるとか、そういうのってあったりするんですかね。どうだろうね、それはチームのやり方もそうなんじゃないの。ユースの時とはまた違うだろうし、はい、
で今広島はやっぱり強度求められてるし、はいはい、中に行くよりは縦に行けって多分言われてるんじゃないかな。あ、なるほど。じゃないかなってちょっと思ってるけど、はいはいはい、それが縦行くの怖いよな。なんかカットインがさ当たり前になってきてるけど、うん、今またその同サイド縦に行く人が結構重要かなっていうふうにちょっと思ってるし、はい、右利きで右だから。そうですね、いいんじゃないですか、はい、シンプルにやっぱそれは怖い。やっぱそれを見せて見せて見せてのカットインかなっていうのもあるんで、うん、なるほど、うん、やっぱ縦に行けるプレイヤーは いいっすよ。いや、それはいいと思いますよ。広島中野さんからのコメントももらってます。 J1 第12節福岡戦50分鋭いスタートを切ったピエロス・ソテリュー選手の走るコースにズバリと入れた右足のクロス、コントロール、スピード、タイミング全てがパーフェクトなクロスだったと。やっぱり能力を考えたらもっと縦に行って仕掛けてクロスを上げてっていうこと、うんうん、はい、で広島は両ワイドは多分ゴール前に入ってこなきゃいけない約束になってるので、クロス上がった時に逆サイドの、そうですね、だからあとは左から来るボールに対して右で行けるようにゴールが来たらいいんじゃないかな、うん、ああなるほど。そしたらもう一つね、そうです、評価が上がるというか、そうです、ゴールまで来ると。だってまだそれこそ活躍して、まあ、J の中で活躍していけばアンダーのカテゴリーに呼ばれる可能性があると思うので、はい、小清水選手、広島、はい、注目です。そしてもう一人ですね、ジュビロ磐田、後藤圭介選手なんですけれども、うん、こちらが水間さん、坪井さん、このジャーナリストからのアンケート最多得票数を獲得した後藤選手ということになります。注目せざるを得ない。そう、そうですよね。せざるを得ないですね、本当に。あのだってインタビューとかを聞いてても、はい、もうトッププロじゃないかみたいな話し方とか内容もそうじゃない？なんか他の人たちがもう言った方がいいんじゃないかなみたいなことも言ってくれたりするじゃないですか。サポーターとかね、その雰囲気とかいろんなこと考えてコメントするんですよ。そう。まだ高3ですからね。高3、はい、でプレーだってそろそろ強引さもあるし、うん、まあ、繊細さも当然あるんですけど、はい、何よりも煽るじゃないですか。煽る、うん、いや今日の出てくる人はみんなメンタルがすごいんだ。ちょっとメンタルエピソードいいですか、僕一個。後藤圭介持ってますか。いや持ってる。これは3つぐらい言っていい。1個だけ、これだけ。去年ですね、はい、去年2年生の時にもう1年生が出てたんですけど、2年になって前田良一監督、うん、ユースの監督、ああ持ってるものは間違いないですけど、いい選手も他にもいたので使わない時があって、で途中2点ぐらい負けてる時出てきて、で2点ぐらいぶち込んで、まあ、負けてる時強いんですよ本当に、うんうんうん、俺に持ってるわみたいな、柔らかい、タッチは柔らかいのにそういうのができて、でゴール決めた後にベンチに吠えてるんですよ。前田良一さんですよ。前田良一さんです。使わなくて悔しいのは分かりますけど、もこれは違えぞ。目の前までは行ってない。行ってないです。ゴールの方から決めてガッツポーズの流れでなんか言って、なんかそこはもうカメラ多分映っちゃダメだみたいな感じだったんですけど、俺使えみたいな。あ、この人はちょっと違うと僕思ったっすね。フォワードはそういうのがいいんじゃないですか。でもボランチなったんですよ。あ、もともとその時ボランチで、その時も目標はブスケツですって言ってたんです。本当です。でここからブスケツに変わる可能性は、いや多分全然できますよ、ボランチできるんですよ。でもこの間プロになって僕聞いた時はもうフォワードでいきますみたいなこと言ってましたけど、後藤も二刀流だ、全然いけます。いざとなればね、いざとなればできる。すごいな、ジュビロは新しい形ができてくるかもしれない。そうですね。そのユース年代よく見ている森田さんからのコメントも届いてます。相手チームの監督の多くが疲れてきた後半から後藤はずるい。さっきの話だな。途中出場を取り締まれないのなどと、そう凄さを口にしている。もう相手監督からその、すごくないですか、18でずるいと言われてる存在。これで例えば古川とかもいるじゃないですか。古川陽介ね、うん、だからあのウィングもこう覚醒してきたりしたらまたジュビロもこと楽しくなってくるんじゃないですか。うん、そうですね、うん、まあ語り出したら止まらないというところですけれども、まあジャーナリストが選んだこの選手たちを紹介していきました。あ、北野壮太忘れてたな。あ、そうだ、北野壮太だけちょっとください。北野壮太のすごいところ、彼はやっぱり結果がやっぱりもっともっと出さなきゃいけない選手かなっていうふうに思うし、まあ、左をやることが多いけど、うん、アンダーカテゴリーではトップもやってるもするけどね。そうですね、うん、まあ、なかなかね世界大会では結果が出なかったですけど、もっともっと伸びなきゃいけない選手ですかね。いや、そうですね、何でもできますしね、うん、そうなんだよね。
道脇とかと同じ代かな。石井久嗣って分かります？ベルマーレ。もちろん僕はもうちっちゃい頃から知ってますから、はい、あ、ねえ、そうか。彼があのベルマーレ小学生の時に岡山から来て、ね、あの親と一緒に来て練習来た時に僕まだベルマーレ現役の選手で一緒にボール回してました。へえ。もうその時からうまいですね。 U12 の、まあ、バルサとかが来たりするこうチャレンジ、ワールドチャレンジみたいなですか。あれで選抜チームに組まれて彼がその試合に大会出てるんだけど、その時も見てたんだけど、ちょっとアシンメトリー的なこういう髪の毛してて、へえ、でちょっと派手な感じで、はい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 、でもめっちゃ目立ってて上手くて、でそこから多分浮島監督がスカウトに行って、はい、 まあ、その時はスカウト担当だったんで、で湘南に来て、でそこは伸びてったんですけど、今すごく真面目な感じになってて、すごく好青年的な感じになったんです、うん、そうなんです。めちゃくちゃ真面目です。攻撃的なことはもう何でもできる。あ、そうだね、何でもできる、うん、パスできる、ドリブル突破できる。でユースの大会でも途中から出て点も取ってますしね、うんうん、だからその得点能力もあるんで。 FC 東京もいいですか。佐藤龍之介ですか。佐藤龍之介そう契約したっすよね、はい、佐藤龍之介はいいですよね。U17 の時すごかったですよ。すごかったです。水沼さんももう絶賛です。絶賛。そうなんですね。あの一人ね、なんていうかな、自分の基準が違うというか、うんうん、まあ、チームとしての基準があったとしたら、一人ちょっとレベル高く基準を自分の中で持ってる選手で、パスのスピードとか切り替えの速さとか、まあ、誰よりも速く誰よりもボールも強く打てて、まあ、10番タイプの選手なんですけど、今回遠征行ってる時8番なんだよね。あ、そうですか。変わったんですよ番号が。で矢田龍之介、清水のやつが10位になったんですよ、はいはい、清水にも矢田龍之介っていう、矢田龍之介もいますね。ボランチいます。ダブル龍之介、はい、田原積田。あ、田原積田って言うじゃないですか。田原積田も最近なんか結果がアシストとかで出てきてますけど、うん、得点がまだ来ないですよね。いいとこまで行ってるんですよ。そうなんですよね。熊田君は、熊田直樹ね、彼がアンダーの世界大会の時のプレーを見てるんで、あの時はやっぱりチャンス来たらもう決めるっていう左のボレーとか、ね、あとねヘディングも上手いし、ね、ヘディングとか上手いし、ふてぶてしい感じ、ふてぶてしい感じが良かったんでちょっとそのふてぶてしさが、まあ、後藤圭介じゃないですけども、まあそうですね、うん、一人いいですか、はい、大宮アルディージャ、はい、もう市原リオンっていうのがいるんですよ。ああ今3年生でトップ登録、スリートップ、スリーバックの左でしょ。43番。知ってる、はい、ね、そこを市原リオンっていう選手はもうまだユース所属なんですけど、もうポジション掴んじゃって、あのボランチもできるんですけど今センターバックで、でプロに上がって多分スリーバックだからやってるみたいなところない、そういう感じでもない。あとユースだったら4バックの真ん中やってますけど、うん、まあ、プロの世界ではどうか分かんないですけど、でも見てるとそのボランチもできるんで、つけたりとか配球は もちろん上手なんですけど、プロのところでもバチンっていうのも結構まだもう負けてないプレーを見せてるんで、坪井さんにもちょっとチェックしてほしいぐらい。ちょっとチェックしてきます。ということでいろんな選手を紹介していきましたけれども、サッカージャーナリストが選んだ J リーグこの若手がすごい2023、まもなく試合終了でございます。外国の選手の話はしていけないの。あ、いいんですよ。2名ほど。お、若い選手。やっぱりシティのリコ・ルイスを見なって何っていう。そういうことですね、うん、外国の選手そういうことか。はい、はい、まあ、マリノスとやった時にもやっていましたね。いましたけど、プレミアでももう、まあ、完全に使われるかといったらそうではないんですけど、まあ、サイドバックでやり、でボランチのところもやり、うん、できる。グラウディアル監督がよくやるサイドバックの形を難なく、はい、まあ、あとパルマ、パルマね、これフォワードの選手、うん、左利きの、まあ、ウイングもできる中盤もできるっていうようなタイプの選手なんですけど、やっぱ世界にはもうこれぐらいやれる選手がいて、はい、多分まだまだいるんですけど、あと一人ちょっと惜しい、いいですか。どうぞ。バルセロナにヤマルっていう16歳。これはやばいですね。これはやばい。これはもう見てない人はいち早くチェックした方がいい、ドリブルできる、パスできる、クロスできる、ほう、ちょっと質が違うかなっていう。楽しみだな。すごい、本当にすごいですね。ヤマル、ヤマル、そういうね、はい、人が今度は日本から海外出てって J リーグで見てですよ、うん、見て、でこの選手が海外行った時に海外の人たちからこいつなんだって三笘みたいに言われるような人が出てくるのが J リーグなんですよ。
そうですね。だって三笘が最初に出てきた時覚えてます？コロナ禍で。コロナ禍か。人がいない時にで5人交代枠になって、はい、それから三笘は僕は覚醒したと思ってるんですよ、うん、5人っていうのも影響あったわけですね。絶対そうなんですよ。でハーフタイム挟み、はい、あ三笘来てやばいじゃんこれっていう、それは途中交代で後藤いいのみたいなのと一緒で、ここから5人枠になって三笘と後半から出てきたらこれやばいじゃん、何度見たことか、この目の前で轟きでうーわーっていう抜いてった。そういうところを焼き付いてるので、うん、今プレミアであれだけのことができてるんですけど、そうだよねっていう感じです。なんかイメージでやっぱ海外の方がこう若い時から出るっていうイメージありますけど、 J リーグもだんだんそういう選手増えてきてますか、うん、若い時からググッと来てる。いやそれはもちろんやっぱりそういう環境にもなってきてると思うし、はい、まあ、それはやっぱり先輩たちっていうか上の人たちをどんどん追い越していかなきゃいけない部分もあって、その競争がまたチームの活性化につながると思うし、そこじゃなくて最初からもう海外だっていう人もいてもいい、はいはい、それはやっぱりその選手たちの夢だから。そうですね。でそれをもうマーケットになってて、 J だけではなくて下部組織もそうだし、そこまでももう多分見られてるので、それだけのもうネットワークが今はあるから、でそこに土台として J リーグがあるっていうのがいいじゃないですか。そうです。本当にたくさんのスポンサーの方にねこう支えられてできているものだし、うん、僕らもここで生きているのはそういう人たちのおかげだし、いいですね、ね、はい、やっぱりそれがサッカー文化だし、うん、いい世の中になってきたなって、そうですね、感じはします。いやでも歴史が積み重なってきて、うん、今そういう世界と思って、そうです。本当に近いですからね、もう近い近い近い、うん、はい、だってもうスペインやドイツを破る時代ですから。そうですね。ということでご視聴いただいた皆さんありがとうございました。今すぐ見たくなった旬な若手選手見つかりましたでしょうか。今回ご協力いただいたサッカージャーナリストの皆様もありがとうございました。私の推し選手が入っていない、また他にはこんな選手もいるよというたくさんのご意見あると思いますので、ぜひコメント欄で教えてください。怖いです、怖いですね、時間がありますんで言えなかっただけですもんね、我々。そうです、そうです、そうです。コメント怖いです。皆さんのチームの選手もチェックしてますんで、ということでまた週末の J リーグでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。